お疲れ様です、先輩。お疲れ。いやー、今日も仕上がってますねー。っていうか先輩ってちょっと声に特徴があるんで、なんかアニメのモノマネとかできそうですよね。そんなことないよ。けど何のモノマネだったらできるかな。あははは、おいた山田だぞ。あははは。おー、ちびまる子ちゃんのキャラっすか。僕は卑怯者なんかじゃないよ。おー、藤木くんや。藤木くんは卑怯者せ。おー、長澤くん。花輪くん。右輪さん。おい、お前ら何の話してんだよ。おー、浜地すごいじゃないですか。さくら、お前からもなんか言えよ。まるちゃん、おあたしは知らないよ。お、似てへんのかい。 お疲れ様です、先輩。お疲れ。いやー、今日も冬なのにタンクトップすごいですね。まあな。もう唇紫になってませんか。そんなことないよ。あ、そういえば先輩、今年は筋肉の大会出るんですか。それがな、はい、出てみようと思ってるんやわ。おー、すごいですね。そういえばな、はい、去年の筋肉の大会のホームページに、はい、僕の写真が写ってたんやわ。すごいな。どんなんすか。あ、これや。見てみるか。はい。おー、なるほど。かっこいいっすね、みんな。あ、こういう体のアングルで写ってるんですね。はいはいはい。いや、仕上がってるな。うーわー、すごいっすね。お疲れ。お疲れ様です。いやー、万博公園で花見に来ましたけど、やっぱいいですね。まあな。今日はゆっくり花見を楽しもう。いいですね。いやー、寝そべって見る桜はいいですか。なあ、レッグレイズは腹に効くわ。いや、筋トレのことかい。お疲れ。お疲れ様です、先輩。どうしたんですか。なんか今日体調悪そうですね。まあな。ここ3日間、はい、ご飯全然食べてないねん。大丈夫ですか先輩。今日朝筋トレ終わった後測ってみたんや。筋トレしたんですかそれで。そしたら、はい、38.2 や。うーわ、38.2 も熱あるんですか。いや、体重やで。いや、体重かい。